イングナフレイは、北欧神話において言及される概念。フォン・フリーセンは、イングナフレイを、イング神を崇拝する子孫の神、すなわち、フレイ人そのものを、トートロジー的に指す表現であるとするが、諸説があり定まっていない。古英語による、女子誌、ベーオウルフでは酷似した表現フレイアイングウィーナが、デネノ王オフロースガールの呼称として用いられているが、 これが、イングナフレーと、同一種できるかについてもやはり統一された見解は、ない。フレー、狼は、神々が滅びるまで、加工に縛られたまま横になっている。もう口をつぐなんと、今度は、お前が縛られる番だぞ。この災いのカジアメロキギュミルの娘を黄金で買い、あんな風に剣をやってしまって、ムスペルの子供たちが、ミルクビズを越えて、やってきたら、 どうやって戦ったらいいか、わかるまい。惨めな奴だビュグビル、よいか、もし、わしが、イングナフレイのように生まれがよく、なに、不自由ない身の上だったら、この災いからすめ、貴様の骨の髄を粉々にして、手足はバラバラにして打ち砕いてやるところだ。ロキ、そこで尻尾を振って、くんくん鼻を鳴らしているチビは誰だお前は、いつもフレイの耳の中に隠れたり、 イシュースの下でペチャペチャ喋っているんだろう英明な人、イングビネの君主に対しこの無人言葉をかける、お心満たす心地よき夜を過ごされたかと。ありがとうございます。